はい、こんにちは。ワーチャンネルマハルです。はい、米改造トーナメント2018夏休みバージョンの準決勝、決勝今回やってきたなと思いますね。ついに最後だね。ついに最後になりますね。今日がエイシン君の夏休み最終日でもあるからね、うん、ちょっと悲しくもあるけどね、うん、はい、ということで、前回の動画でアンケートやりまして、どの米が優勝するかなっていうので、圧倒的にこちらリバイブフェニックス、そう、これが1位でしたね、うん、果たしてリバイブフェニックスが優勝するのか、うん、これからやっていきたいんだけど、その前に大奥君のコミュニケーション、今回もやりたいなと思います、はい、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね、はい、じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画いいなと思ったら高評価もね、じゃあ早速こちらの準決勝の米紹介していきましょう、うん、はい、ということで米改造トーナメントの準決勝ですね、うん、第1試合はリバイブフェニックスゼロスターアトミック対スプリガンレクエムワンダッシュスターデストロイでね、うん、第2試合はアーチャーヘラクレステンボルテックスエクステンド対ヘルサラマンダー12アンダーオビット、この4つの米で優勝を争うわけですね、うん、じゃあ早速やっていこうか、はい、では早速第1試合始めていきましょう、はい、リバイブフェニックスゼロスターアトミックでいきます。はい、対する私はスプリガンレクエムワンダッシュスターデストロイでいきます。はい、スリーツーワンゴー、スリーツーワンゴー、フィニッシュ、スリーツーワンゴー、スリーツーワンゴー、またオーバーフィニッシュ、スリーツーワンゴー、スリーツーワンゴー、結構やっぱ跳ねるから、さあいい感じで、あーやばい、キス、もっと唯一の生き残りがリバイブの襲いかかるか。最初の2回はちょっとね、うん、うまい感じでオーバーされたけど、おっ と, おっと、どうやら今回はスプリガンレクエムかな、オーダー。じゃあ私はリバイブフェニックスゼロスターアトミックに変えます。はい、スプリガンレクエムワンダッシュスターデストロイに変えます。はい、スリーツーワン、おっしゃ、オーバーされた、スリーツーワン、いやー、一本のフィニッシュ、泡が跳ねた。あ、これはどうなる。さあ、これは今同点ですけれども、さあ、どっちが勝つんだ。あ、こうなるとどうやらスプリガンでクイエムかな、唯一残ってる、ゴッド、どうなる、どうなるんだ、これはどうなるんだ、スリーツーワン、さあ泣いても笑っても決まります。あっと、なんとスプリガンレクイエムが勝ったということで、なかなかいい戦いだったね。いきなり決勝戦並みの白熱したバトルだったけれども、うん、リバイブフェニックスゼロスターアトミックが2ポイント、スプリガンレクイエムワンダッシュスターデストロイが3ポイントということで、スプリガンレクイエム決勝進出です、うん、皆さんの予想のリバイブ残念ながら脱落でした。はい、はい、続いて第2試合いきましょう、はい、アーチャーヘラクレステンボルテックスエクステンドでいきます。はい、対する私はヘルサナマンダー12アンダーオビットでいきます。はい、スリーツーワン、ゴー、さあ両方ともこちらは超絶米ですね、はい、ハイアングル、ハイアングル、さあ、おっと、どうやらカチカチ対決か、うん、そうだね、カチカチ対決の行方はどちらになるでしょうか。これ左対右だからね。あ、なかなか、これはまさかの決着がつかない系ですか。決着がつかないと。ヘルサラが震えてきた。あ、ヘルサラもんだ。スリーツーワン、さあ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 、やっぱり同じ、おっと、お、動きが違う。でもやっぱりカチカチかな、カチカチ対決カチカチ対決、さあどうなるんだ。両方とも好きなベイだけどね、うん、両方とも強いベイなんだけれども、どうなる、どうなる、あっと、ヘルサラがアーチャーか、ヘルサラ、スリーツーワン、いい感じで当たったけれども、どうもロックが硬いのでカチカチ対決マジか
最初はいいけど動画的には伝わらないだからこれはもうあれだね、スタッフの映画強さで拮抗してるってことだね。ほぼ最後の要はドライバーの性能によるのかな、オービットが長く回ってる。エルサルマンダー12アンダーオービットでいきます。はい、アーチャーヘラクレス10ボルテックスエクステンドに変えます。はい、 3,2,1 ゴーシー。さあどっちが勝つのか。お、かなり今回は当たってますけれども、エルサルマンダーはやっぱバーストしないね。うん、硬いんだね。硬いね。アーチャーは結構当ててるんだけどな。この2体バーストしない。硬、うん、いってことだね。でもやっぱりさ、お互いにこう打つのを打つで変えてもこの結果になるんだからそういうことなんだよね。そうだね。どっちが持つか。ああ、ヘルサラマンダー 3,2,1 ゴーシー。ということでアーチャーヘラクレスはもうバーストしか道が残っていません、うん、バーストで引き分けに持ち込むしか道はないんだけれども、うん、どうなるかな。引き分けでも負けになってしまいます。当たりが強い穴、ちょっともうここまで来るときつそうだな。アーチャーはどうやらここで敗退になってしまうのか、それとも、そうすると左対左の決勝戦になってしまうか、うん、アーチャーということで、この後アーチャーヘラクレスがバーストフィニッシュしてもポイントで上回ることができないので、アーチャーヘラクレス10ボルテックスエクステンドがノーポイント、ヘルサラマンダー12アンダーオビットが5ポイントということで、ヘルサラマンダー決勝進出です。はい、それではベイ改造トーナメント2018夏休みバージョンの決勝戦やっていきたいなと思いますね。全ね32米出場米あったんだけれども、頂点に立つのはこの2つの米のどちらか1つになりますね。楽しみだね。はい、よし、じゃあエイシン君が使うのはスプリタンレクイエムワンダッシュスターデストロイでいきます。はい、じゃあ私はヘルサラマンダー12アンダーオビットでいきます。はい、 3,2,1 ゴーシー。レクイエムは唯一残ったゴッドベイ。そうだね、いけ。だけれども、おっと、あっと左回転だときつい。おっと、なんとヘルサラ3,2,1 ゴーシー。さあさあ、当たらないとどうなるのか。左対左なもんで、あのずっとね、スプリガンレクエムずっと左でやってきたからね、これ右には相手しないですけれども、ヘルサラ強い。こうなるとどうなるの。おっと、ヘルサラマンダー 3,2,1 ゴーシー。さあ、当たらない、当たらない、当たってほしい、当たってバーストフィニッシュしたい。いや、こっちこそバースト。さあ、うまいことこの吸収がね、左回転同士だから効かない感じだね、うん、バースト、バースト、バースト。スリガンレクイエムではバーストは無理でしょう。ということで、持久勝負、スピンフィニッシュ勝負ということで、うわー、スプリガンレクイエム、ワンダッシュスターデストロイに変えます。はい、エルサラマンダー12アンダーオビットに変えます。はい、 3,2,1 ゴーシー。さあさあさあ、もう当たりに行く、また当たんない。スプリガンデクエンはね、デストロイがついてるからね、アタック系になってるんだけど、バーストはこっちはしないから。でもよく決勝戦まで残ったね。残ったね、ゴッドで言うにね、いい戦いをしてるんだけど、あー、 3,2,1 ゴーシー。ということで、もうスプリガンレクイエムにはバーストフィニッシュしか道がないですね。決勝戦でこの戦いになるとは思わなかったけども、うん、なんと一度も準決勝決勝続いてバーストがないですね、うん、それだけ強さが拮抗しているということだと思いますけれども、うん、さあ、どうやら最後もヘルサラマンダー。はい、ということでスプリガンレクエムがこの後バーストフィニッシュしてもポイントで上回ることができないので、スプリガンレクエムワンダッシュスターデストロイがノーポイント、ヘルサラマンダー12アンダーオービットが5ポイントということで、ベイ改造トーナメント2018夏休みバージョンの優勝はヘルサラマンダー12アンダーオービットでした。イエーイ。
はい、そんなわけでヘルサラマンダー強かったね、うん、これね A ブロックから出てきたベイだったんだけど最初から強かったもんね、うん、そうだよね、うん、結構バーストフィニッシュしまくってたしね、うん、しかも持久もあるっていう、ね、素晴らしい改造でしたね。これねドライバーはディフェンスタイプなんかバランスタイプみたいな、そうそうすごいね強かったの、攻撃力もあるし才能もあるし、そうそうこのレイヤーでディフェンスもできるし、うん、まあこれだけじゃなくてね今回その準決勝まで残ったベイ、うん、それぞれ全部強かったよね。そうだよね、うん、で意外に健闘したのがこのスプリガンレクイエム、ゴッドがこんな残るなんて ね素晴らしかったということで夏休み期間中にねやってみたんだけど面白かったね、うん、皆さんからたくさん改造例いただいてありがとうございました。ありがとうございました。全部はもちろん採用できなかったし、うん、中にはね似た改造も結構あったので、ゼロバンプを使った改造が非常に多かった、うん、ゼロバンプがそれほど強いってことだね。そう強いってことなんだね、うん、楽しかったですね、うん、はい、またそのうち夏休み関係なくね、うん、もしかしたら米改造トーナメントやるかもしれないのでその時はまた皆さん改造例教えてください。はい、はい、じゃあこの前ねアメリカ行ってたのでこれ変えてなかったので WBBA 限定のエンプラフォルですね、フォーグレイブハンターダッシュ、そうそうそう、これを使ってですねまたこの辺の子たちと戦わせてみたいなと思います、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ気に入りボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものとこに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録は真ん中立て替えよろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ、はい。